何年か前にライブ終わり阪急電車に乗りながら、の帰り道の中で、ちょっとその時の葛藤とか、思った気持ちをそのまま書いたそんな曲です。自分の中でも特に大事な曲なんで、よかったら聴いていてください。木下ゆまという名前で SNS いろいろやってるんで、もしよかったら検索してもらえたら嬉しいです。聴いてくれて本当にありがとうございました。木下ゆまでした。5時前、夕日に染まってく瞬きもせずに、一体どこまで、ずっと電車が止まるまで、ゆらゆら揺れる落ちてゆく、わかってる、もう触れられないものなんでしょう。2月の風はなんだか冷たいから、頬を伝う涙が熱いな、どうか不安よ僕から消え去ってよ、このままじゃ見えない見えないや。車が止まるまで、2月の風はなんだか冷たいから、頬を伝う涙が熱いな、やっと見つけた、生きたいと思えたんだよ、眩しくて前が見えない見えないや。
ありがとうございました。